ひとみるい、ひとみるい9月21日隊は、ひとみトレーニングファーム代表。栃木県宇都宮市出身。血液型は A 型。好きな動物は馬。宇都宮競馬場の調教師であった父の三男として、栃木県で生まれる。兄は、休務員、叔父は、元休務員会長、祖父、王子、樹白夫は、元調教師であった。朝、 旧社の仕事が終わってから学校に通っていた。幼稚園から小学校4年生まで、サッカー4年生から野球部に所属。5番バッターを務めて、栃木県宇川地区で優勝したこともある。また、この頃の将来の夢はジョッキーであったが、骨格がジョッキーに適したものではなかったことから、祖父と父に反対されて断念している。2004年16歳の時に、 宇都宮競馬場廃止に伴い、建築関係の仕事に就く。2006年、18歳の時、建築の仕事中に、馬の仕事をやりたいと思い、その日のうちに親方に辞めると言い出し、さらに同日に単身群馬県伊勢崎市にある境、共同トレーニングセンターへ赴く。2008年には、大井競馬場の香取旧社外馬野球部員となり、初の担当馬として、 走る用事を担当。当時同じカトリ旧車に所属していた、戸崎啓太騎手案城で3着という結果で終わった。その後、上杉旧車外馬や休務員を経て、2013年に24歳で瞳トレーニングファームを開業。開業当時は予宅場一頭のみの状態で馬を集めるのに苦労していた。28歳で瞳トレーニングファーム分場を開業し、 同時に乗馬クラブも開業。2018年10月時点では JRA 及び NAR の現役競争場約40頭を管理している。2018年12月30歳で馬詞免許を取得した。2019年10月27日ファッションデザイナー指導直おによるブランドアーッパレのファッションショーにモデルとして出演。2019年2月27日 川崎競馬場での第1レースにて、自身が馬主を務めるカンタルベルン号が初出走を迎えたが、第1コーナーでアクシデントにより競争中止となる。2019年11月18日、川崎競馬場第4レースにて、ドルドルエート号が勝利したことで、馬主としての初勝利となった。2020年4月17日、プリズムアークが優勝した。この時の賞金は、 全額マスクに変え、約1万枚のマスクを周囲に寄贈した。2020年6月現在では、全12頭の馬を所有している。2020年10月現在では、全20頭の競走馬を所有している。瞳トレーニングファームとは、2013年7月に、栃木県那須塩原市地方競馬共用センター内に、開業した、競走馬の休養牧場である。2015年、 川崎競馬場、鈴木義久厩舎外馬屋認定取得。2017年、川崎競馬場、高月健一厩舎外馬屋認定取得。2016年には乗馬クラブも開業。2017年には、那須町前町長らの協力により、道の駅東山道用のにて、乗馬体験イベントを開催。2018年時点でも道の駅地域イベントの、 一つとして続けられている。ありがとうございます。